こんばんは。今回はザ・クルックドマンというゲームをやっていこうかなと思います。読み方は間違ってないとは思うけど、まあどういうゲームなのかよくわかんないんだよな。そう、ただ結構なんかシリーズものらしくて、まあ話自体はね、もしかしたらつながりはないかもしれないけれど、はい。まあ一応ここら辺の規約も事前に読んであるので、大丈夫。なはず。腰痛い。There was a crooked man, and he worked a crooked mile. ちょっとわかんない。まあ、後で僕が編集でね、つけておくかもしれない。He found a crooked sixpence upon a crooked style. ほう。He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse. And they all lived together in a crooked little house. わかんね。クルックドっていうのがそもそもどういう意味なのかっていうことだな。まあ、こういう感じのあのグラフィックのゲームでね、これもまたダウンロードが、またっていうか、これもね、ダウンロードが非常に早かった。ふう、ようやく片付いたな。あ、これ、あれかな？うん。エンターキーか。デビット、お疲れ様。他に何か手伝えることあるかしら？マリオン。外国のを舞台とした物語なんだな。いや、大丈夫だよ。悪いな、引っ越しの手伝いなんかやってもらって。ポール、物件の紹介までしてくれてありがとう。今度飯でもおごらせてくれよ。なんか何の仕切りもねえ部屋だね。おお、本当か。じゃあ3人で今度飲みに行くか。友達なのかな。楽しみにしてるわね。それじゃあもう遅いし、私たち帰るわ。お、付き合ってんの？げっすいな、今の。わかった。気をつけて帰れよ。この、ああ、こいつが主人公ってことなのかな？うん。WASD は効かないんだな。矢印だ。うん。まあ、先ほどの友達に、あ、食器棚だ。うん、わかるわ、それは。もしかしたらマウス使わないかもね、このゲーム。あ、冷蔵庫は、冷蔵庫ちっちゃいタイプだな。冷蔵庫だ。うん。コンロだ。うん。シンクだ。テレビだ。あー、ちょっとひねってきやがった、こいつ。これ何これ？壁に大きなひびがある。あんまりいい物件じゃないんじゃないかな、これ。ティッシュだ。あー、棚の上にティッシュがある。さっきまで、すごいなんか外国の、英語のなんか例文の訳みてえな。あっさりしたやつだったのに、ちょっとだけ形容詞増やしてきやがるな、こいつ。ああ、元戻ってた。元戻してきた。なんだよ。ことごとく俺の予想を裏切ってくるな。ゴミ箱だ。ああ。まあいいだろう。ベッド。もう寝ようぜ。お、え？なんかこの中途半端な状況はこれ、どういう風に解釈したらいいんだろうね、これ。これ灰皿だろ。あれ？ポールのやつ免許証忘れてってるな。まだその辺にいるだろうし届けに行くか。免許証かこれ。なんで免許証出したんだ。ポールの免許証を手に入れた。ちょっと音を聞くしようか。なんであいつ免許証だけ放り投げといて出したんだこれ。まあ他調べたいものは特にないよな。シンクがないところじゃない。コンロがないあの物を置くところはなんていうのこれ。あ、調べらんねえわ、そもそも。まあいいや。これが出口だな。これは？これ、ない。おー、すごい。あ、結構広いな、この部屋。パソコンだ。古いパソコン。一個ぐらい当ててえな。棚がある中には何も入ってない。タンスだ。あ、服は少ししか入っていない。ここら辺から乾燥がちゃんとしてるな。ゴミ箱は空だ。上着がかかっている。あー、そっちか。注目するべきはそっちだったが。ソファーだ。あれ。あ、ソファーは調べらんない。こっちは。ああ、まあ、便所とかね。これはね、ドラム式洗濯機だ。畜生。洗面台だ。便器だ。あんだよ。
そこら辺はお前の感想なのか。トイレットペーパーだ。調べらんね。あ、わかんねえ。風呂、浴槽だ。あ、開けるんだ。今は入りたくない。お前とは、なんか、ついぞ理解できあえなさそうだな、本当に。あ、うん、デビット、うん、なんなのよ、あの部屋。汚くてボロ臭くていいところないじゃない。あなたどういうつもりなの？さっきの女の人だよね、これ。あの部屋。今のこの俺の部屋？古臭くてもこんだけ広かったら俺万々歳だけどな。気分転換してもらいたくて引っ越しを進めたのに、これじゃ逆効果よ。しょうがないだろ。あいつだって金に余裕がなかったし、家具付きの物件なんてそうそうないしよ。あの家具全部ついてたんだ。パソコンも自前じゃないの、あれ。いや、さすがにパソコンは自前か。だいたい俺に物件探すの任せたのはお前だろ。後から文句言われたんじゃたまらないぜ。これ嫌なこと聞いちゃったね、なんかでも。あとで、それ帰りしないにさ、喋れよ、そういうの。ねえ、帰り道でさ。なんでその聞こえるかもしれないところに。そうね、ごめんなさい。でも何かデビットの役に立ちたくて。ああ、まあ別に仲悪いわけじゃないんだな。気持ちはわかるよ。こっちこそごめん。また二人で今度遊びに来てやろうぜ。あ、デビットはあれだね。あの二人にかなり大事にされてるんだね。友達として。免許証今度でいいか。そろそろ寝よ。気使っちゃったよ、デビット。デビットなんかあったんだね。気分転換とか言ってたけど。じゃあ寝るか。あ、電話、あれ俺電話ってしょ、あ、調べたよな。電話だったよな。あれ、うん、もしもし、デビッ、ん、もしもし、どちら様ですか。シャーリーか。シャーリー、何それ、理科の実験道具か。それはシャーレだ。もう今日は休もう。新居初日なんだからゆっくりしないとな。デビットも寒いって。寝るっていうのはちなみにこういうこと？あ、この上で、あ、いいんだ。布団に入ればいいんだね。いろいろと疲れたな。何があったんだろうね、デビットは。まあ、俺だったらやっぱ布団でね、ベッドに寝転がりながらでもテレビ見られるように位置調節するけどね。まあそんなのは別にどうでもいいじゃんね。その人の勝手じゃんね。ん？うるさいな。誰か泣いているのか。こんなんじゃ眠れやしない。泣き声が聞こえるのか。隣の部屋からかな。ちょっと苦情言ってこようか。泣き声だろう。泣いてる時に苦情言うのもちょっと心苦しいところあるけどね。かわいそうな目にあったのかもしれないし。電気はつけらんないかな。真っ暗のまま。てか、お前、その格好のまんま風呂も入らないで寝てたんだ。あ、カーテン閉まってる。俺閉めた覚えないのに。バスタブだ。うん。洗濯機だ。よーし、合ってたーっつって。いや、覚えてたんだよ。隣、どっちだ？あー、でも、ベッドがこっち側にあったからこっちか。ドア叩いても反応はない。関係ないのか。じゃあこっち？ドア叩いても反応はない。あれ？じゃあもう関係ないですけど。はい、誰こんな真夜中に。さすがにでも隣って言ってもね、こんな離れたところから泣き声なんかしないと思うけど。え、嘘だ。そんな離れたところの声なんか聞こえねえって普通。すいません。ちょっとそちらの声が俺んとこまで聞こえてて、眠れないんでやめてもらえますか。はぁ、何言ってんの。今は、うん、私今の今まで寝てたのよ。騒いでたみたいな言い方やめてよね。まあそうだよな。だっていくらなんでもそこから声聞こえるってことはねえべや。あんた204に越してきた人でしょ。だいたいそっちまで声が届くわけないじゃない。その通りだと思う。俺この女性とはうまくやっていけるような気がする。そういえばそうですね。デビットなんかいろいろあったんだろうな。うん、寝ろよ。夜遅くにすいませんでした。
失礼します。あの壁のひびがなんかあるんじゃないの。そうだよな、3部屋も離れてるし聞こえるわけない。大地、あれ男の声だったしな。俺の気のせいかな。あ、男の泣く声だったんだ。まあいいや、さっさと部屋に戻って寝よう。さすがにこんだけ離れてて声するってことはないわな。風呂ぐらい入ろうよ。なんか音しない？あ、音するな。え、何の音これ。水の音だよ。シンク。風呂か。便所か。あ、こっちか。どっちかと思ったわ。うわ、お湯が出てる。蛇口がいかれてるのかな。これの音をなんか鳴き声だと勘違いしたんじゃないの。それもないか。それはありえないか。さっきの女性に突っ込まれちゃうな、それ。そんなわけないじゃない、つって。ん？アンダーザベッド。やだ。ベッドの下。ポールがいたずら書きでもしたのか、悪趣味だな。いや、だから、お湯出てない時じゃ無理だろ、その、落書き。あ、でもあれなのかな、一回書けば多少後は残るのかな。アンダーザベッド。ベッドの下か。ベッドの下。あ、探りたかったんだけど、寝ちゃったわ。そういや、ベッドの下ってこの下のことかな。まあ、普通はそうだよな。ベッドの下。あれ？ベッドの下に何か落ちてる。なんだ？ノートの切れ端？なんだ、まあ、またあの、ポールかな。免許証と同じで。え？彼女がいなくなってからずっと、毎晩枕を握りしめ、汗まみれでのたうち回っている。別れなんて告げられない。もう選択肢はない。これ何？床穴的なことを示唆してるのこれ。毎晩枕を握りしめて汗まみれでのたうち回るっていう。こういう発想に行くの良くないよね。欲求不満なんですよ。何なんだろうこのメモ。前の住人のものか。家具付きって言ってたもんね。家具付きってことはこのベッドのシーツとかも自分のものじゃないんだ。前の住人がこれで寝てたってことを考えるとちょっと嫌だな。まあ、いっか。さっさと寝よう。あー、ちょっとあの、なんだっけ、ひび割れちょっと調べたかったけど。うん。あれ、また泣き声したのか。まあ、ただ、一体この声はどこから聞こえてくるんだ。いい加減寝かせてくれよ。あ、ごめん。今、マウスが動いちゃった。お、朝になったか。これさ、ちょっと設定とかって、できるかな？システム。でいいんだよな。あー、でも音量マックスだな。じゃあ、いいや。設定完了。あれ？あ、下か。うん、はいはい、わかってるわかってる。ごめんごめん、ちょっと待って。すぐ出るから。出るから。うるせえな。あれ、うん、もしもし。あ、はい。いつもお世話に。誰？上司？いえ、そういうつもりでは。ただ仕事が忙しかったもので。上司じゃないな。この言い方的には。はい。今日お伺いしますんで。一応伝えておいてください。それじゃ。なんだ？俺こんな昼まで寝てたのか。出かけないとな。今日はゆっくりしたかったけど仕方ない。9時。まあ、ね。時計見ると。まあ、昼。昼と言えるのかっていう。うん、これ日々気になるよね。なんか文字みたいな。服着替えた方がいいと思うけどね。冷蔵庫。うん、トイレにも行った方がいいと思うし、まあ、着替えはしようや。とりあえず。うん、少ししか入ってないとかじゃなくて。着替えろよ。まあいいや。風呂もね、入らせた方がいいと思うんだよね。うん、着てるものの洗濯もしねえっていう。デビット臭そうだぞ、今。おお、びっくりした。おお、ポールか。免許証。そう。
ああ、昨日免許証忘れちまってよ。テーブルの上になかったか？あったあった。ああ、これか。悪いな。届けに行こうかとも思ったんだけど。お前たちの会話が気まずくて、話しかけることができなかったぜ。って。おー、サンキュー。で、お前どっか出かけるのか？ああ、ちょっと病院まで。病院か。そうか。気をつけて行ってこいよ。ポールもちょっと腫れ物に触るような沈黙があるな。あ、そういやポール、お前バスルームの鏡になんかか、ああ、あれね。アンダーザベッド。え？風呂場の鏡？なんでそんなガキみたいなこと俺がするのよ。なあ、じゃあおねえ入ってね、お前。どうした？いきなりおねえ。なんでそんなガキみたいなこと俺がするのよ。って、まあ俺とは言わねえか、そしたら。そうだよな、ごめん。じゃあ行ってくるよ。病院までの道のりは、あ、カットだ。風景画が飾られている。この病室に用はない。また一個一個、訪問していく？え？なんか聞こえたよね、今。え？なんつってんの、これ。この病室に用はない。うん。何の声だ今の。誰やろ。お見舞いに来たってことなんだね。母さん、久しぶりだね。元気にしてたかい？あ、ちゃんと意識はあるんだ。おや、ティミー坊やじゃないの。大きくなったのね。ティミー？いや、デイビッドだけども。よかった。体調はいいみたいだね。ごめんよ、あまり面会に来れなくて。仕事が忙しかったものだから。それで病院から電話が来てたんだね、さっき。全然最近面会来ませんねーっていう電話が来たんだ。でも何日か休みをもらえたんだよ。だから引っ越しをしたんだ。家具付きの素敵な部屋にさ。母さんの好きなケーキ屋さんの近くだ。だから元気になったら母さんも一緒に住もう。なんか切ないな、いきなり。二人で住むにはちょっと部屋少ない気もするけど。あら、それはよかったわね。リンダとは仲良くしなきゃダメよ。喧嘩ばかりだからおばちゃんいつも心配しててね。もしかして自分の息子のこと認識できてないのかな、これ。おばちゃんって言ってるもんな。今度うちにも遊びにいらっしゃいね。確かあなたアップルパイがお好きよね。腕によりをかけて作ってあげるわ。わあ、悲しい。でもなんで自分の我が子のことを忘れるのに、我が子の友達のことは覚えてるんだろう。まあ友達とは限んないかな。ティミーって誰だろうね。母さん、俺はティミーじゃないよ。息子のデイビッドだよ。わかるだろ。そうそう。あら、この間うちの前にパン屋さんができてね。とってもいい匂いがしてくるのよ。今度買ってこようかしらね。あー、デイビッド。母さん。あー、かわいそう。あら、あなたどちら様？どうしてここにいらっしゃるの？これ元気になるとか、そういう次元の話なのかな？どこから入ってきたの？ここは私の部屋よ。お間違いじゃないかしらね。あ、ん？誰なのよ、あんたは。黙ってないで何か言ったらどうなの？母さん。出ておいき。人を呼ぶわよ。うわぁ、誰か、不審者よ。早く追っ払ってちょうだい。自分の母親にこんなん言われたら、もう。フーバーさん。フーバーっていうのか、母さん。フーバーさん、ダメですよ、起き上がっちゃ。寝ててください。ね。どんな病気なんだろうな。なんだよ、あんたらは。私に触るんじゃないよ。あっちへお行き。まあ、医者っていうことも認識できないんだ。まあまあ、落ち着いて、さあ、ベッドに入りましょうね。すいません、デイビッドさん。お母様は私どもに任せて、私どもに任せて、本日はもうお帰りください。名前のない看護師一さん。わかりました。母をよろしくお願いします。お母さんも母っていう表示だったっけ？フーバーという名前なのはわかったけどね。デイビー？デイビーでしょ？どこ行くの？どうして私を置いていくの？あれ、わかったの？母さん？空軍学校の入試もう少しね、パイロットになりたいんでしょ？お母さんいつも応援してるわ。空軍
学校とか空軍のパイロットになりたいと思ってたんだ。お願い置いていかないでちょうだい。こんなところで一人は嫌。デイビーお願いよ。わー、なんてかわいそうなんだデイビッド。これ母さん、俺だよ。わかるんだね母さん。デイビッドさん、今日はお帰りください。お母様は少し混乱していらっしゃるようなので。いやでも今認識ちゃんとできてるんだから会わせてあげればいいじゃんね、その時だけでも。でも今俺の名前を。お帰りください。何か闇を感じるぞ。フーバーさん、落ち着いてください。この病院で何かされてるとこあるかな。おい、鎮静剤持ってこい。あららら、ら、精神的にダメなのかな、もう今は。ちゃんと今認識できたんだもんな。おう、多分これ視界に入るとポケモン勝負挑んでくるぞ。あれこれ話しかけてもいい感じかな。あ、医者だ。やあデイビッドさん。お母上にご面会ですか。はい、やっぱり僕のことはわからないみたいですが、さっきわかったけどね。まあ、デイビーっていうのが愛称として正しいのかどうか知らないけれど、うん、本人もたくさんのことを忘れてしまったり、感情の起伏をコントロールできずに戸惑っておられる。どうか気長に見てやりなさい。いつか元気になったらまた一緒に暮らせるかもしれん。そういうものなのかな、どうなんだろうね。まあ、精神的に不安定なんだな。うん、ごめん、ちょっと今お話ポンと忘れちゃったんで。精神的にダメってことでいいんだよね。うん、まあ、違かったら編集で注釈入れるわありがとう。どうか母をよろしくお願いします。あ、こういう事情を抱えているからなのかな、なんか辛い思いをしているのかな。うーん、ポケモン勝負しなかったか。あ、反応ないわ俺と相性が良さそうな女性は今日はいないんだ。他のお家もちょっと訪問しようかなと思ったけど、今なんか声聞こえたな。ちょっと待って、音もうちょい大きくしたいな。まあでもこれ以上は無理だな、しょうがない。寝るか。寝ないんだ。風呂入ろうよ。なんかこうね、気分転換にいいと思うんで。風呂入ろう。バスタブだ。お前、かたくなに入らねえな。便所もしねえし。洗濯機。お前、絶対服臭くなってるからね。関係ないから。じゃあ何すればいいんだろう。ひび割れがやっぱり何にしてもやっぱ気になるもんな、これ。関係ないんだ。ベッドの下もう一回、探る？エロ本は？エロい本とかは、ない。あ？俺椅子なんか動かしたか？あれ？朝そうなってなかったっけ？ん？引き出しの中に何か入ってる。知らぬ間に誰か侵入してたってことかな？どこかの学校のチラシを手に入れた。学校？ずいぶん古いチラシだな。LLMA コースに丸がついてるってことは、印をつけたやつは、弁護士でも目指していたのかな。なんだろう、ローヤー ?LLM? なんだろうどういうことなんだろうこれ前の住人のものなんだろうな。あちこちに忘れ物がある。やっぱ家具付きじゃない方が良かったのかもしれない。まあいいじゃん、別にその都度捨てちゃえば。弁護士ね。ロースクールってことだよね。まあ、ロースクールっていうか、まあ、うん、まあ、わかんないんだけどね。うん、じゃあ、まあ、寝るか。まあ、全然話進まなくてさ、どうしようと思ってたとこなんだけど。そうか、まさか椅子を調べるとは思わなかったな。もしもし？あ、デビット。どう？元気にしてる？はは、昨日会ったばかりじゃないか。ああ、マリオンってあれか。女性の方か。おかげさまで快適に過ごしてるよ。うん。まあ、ひびがちょっと気になるけれどね。そう、よかった。寂しい時はいつでも呼んでちょうだいね。ポールと遊びに行くわ。まあ、付き合ってんだね、やっぱりな。ところでさ、昨日シャーリーから電話があったんだ。ろくに話もできなかったけどね。シャーリー。
あ、俺があれか、なんかシャーレ、それはシャーレだみたいな、クソつまらないジョーク言ったやつか。ごめんなさい、私が電話番号教えちゃったの。彼女はあなたのことを心配って言ってたから。いや、いいんだ。彼女に心配いらないよって伝えてほしい。君も元気でやってくれってさ。わかったわ。それじゃあそろそろ切るわね。シャーリー。なんかあったのかな？ああ、じゃあまた。ちょっと俺も疲れてきたし。シャーリー。ああ、ちょっとマウスがごめんね。本読むのも飽きたな。そろそろ寝よう。ソファーに立ちながら本読んでますね。結構読んでんな、つうか。何冊も読んだな。電気もつけずに。コーヒーとかも飲んでんじゃん。まあ、そろそろ寝るか。まあ、コーヒーじゃないかもしれないね。寝る前だし。テレビついちゃったよ、ほら。わ、なんか出そう。なんでいきなりテレビがつくんだよ。壊れてんのかな？これもついてた家具だよね、多分ね。わ、なんか来そう。おぉ、シンクって書いてあったね、今ね。なんだよ、気味悪いな。シンクって文字が見えたような気がしたけど、何だったんだ？まあ、シンク見ろと、いうことでしょうね。シンクだ。うん、よかった。今、嘘だろって言おうとしたわ。何もないんかいって。シンクの下に紙があるな。また紙か。ノート、じゃないんだな。紙切れを手に入れた。ノートの切れ端じゃないんだ。あるところに曲がった男がいました。曲がった男は曲がった道を歩いていました。曲がった道で曲がったお金を拾いました。曲がったお金で曲がった猫を飼いました。曲がった猫が曲がったネズミを捕まえてきました。曲がった男と曲がった猫と曲がったネズミは曲がったお家で暮らしました。これあれだな、最初、俺がなんか、拙い感じで読んでた英語の訳文だね。うん。クルックドってのはあれか、曲がったって意味があるんだ。曲がったお家、曲がった男、曲がった猫は曲がったネズミのこと殺してないんだね。仲睦まじく生活するんだ。これ確かマザーグースだったよな。あ、マザーグースっていう物語なんだね。あ、そうなんだ、知らなかった俺。なんでこんなものがシンクの下にあるんだ。やっぱり前の住人のか。妙なことばっかりだ。でもまあ寝たら全部忘れるさ。そうそうそう。睡眠はね、大事、本当に。嫌なことがあった時も睡眠を取ればね、忘れられるから。引っ越しなんてして気分転換なんて、無駄だったのかもしれないな。ポールとマリオンには悪いけど。大丈夫だよ、心機一転するさ。寝てねえからお前は。うん、前向きになれないだけなんだよ。こういう日はお酒飲んでねえんだよ。お酒飲んで寝んだよっていうか、お酒飲んで寝るんだよね。うん。子供の声、こんな夜中に、それにこんなボロアパートに子供なんていたか、言い草よな。もしかしたら迷子かもしれないな。ちょっと様子見てこようか。音小さいんだよね。まあ、もしかしたらちょっと編集で音は上げてるかもしれないけど、僕が聞いてる音はね、結構小さいですね。本片付けろよ。子供の声、特にしないけど。ん？やっぱり子供なんているわけないか。俺疲れてんのかな？うん、確実に疲れてるよな。まあでもそれが原因じゃないんだろうな、恐ろ。あ！今のはでもこっち向いたね。今ね、びっくりするエフェクトと同時に俺右に進んじゃったからさ。なんか、うん。ちょっとわかりづらかったかもしんないけど。で、今びっくりして左。向いたね。こっち関係ないかな。自分の部屋か、じゃあ。違うか。ガラスら、あ、これだね。わ、誰かいるんじゃねえかっていう。カップが落ちただけか、びっくりした。いやいや、そうはならんだろ。カップが落ちてる。なぜってならなきゃ。あ、あれ？ん？うん。ヘルプミー。助けて。こぼれたコーヒーが文字になってる。嘘だろ、こんなこと。さすがに偶然とは片付けられないな、これじゃね。おかしい。なんかおかしいぞ、この部屋。声がしたり、テレビが勝手についたり、一体何だって言うんだ。
睡眠不足じゃちょっと片付けられないよね、これね。コーヒー拭いた？あ、もしもし、ポールか。デビットだ。おー、どうした？なんか眠そうな声してんな。はは。何笑っとんねん。はは。いや、もうお前も笑うのか。実は昨日徹夜しちゃってさ。ところで聞きたいことがあるんだが、今大丈夫か？あ？なんだ。アトベみたいになってんの。この部屋の前の住人ってお前知ってるか？いや、知らねえな。大家からも何も聞いてねえぜ。なんか気になることでもあんのか？まあ、弁護士を目指していたらしき人物だよね。いや、忘れ物が結構あるからさ。じゃあ、大家にでも聞いてみるよ。またな。大家ね。こういう曰く付きの物件の大家はね、大抵、不愛想って決まってますからね。セオリーです、セオリー。大家は確か1階の端の部屋だったら、ちょっと聞いてこようか。うん。あ、でもそろそろ34分も撮ってるから、まああんまキリがいいとも言えないが、この辺で今回は終わりにさせていただこうかなと思います。はい。セーブ。あ、違う、クリックじゃねえんだ。ね、クリックドマンなんで僕は。よし、あ、セーブも早いな。遊びやすくていい、こういうゲームは。HP100。これ減ることあんのかな？あ、デビッド・フーバーか。なるほど。じゃあ母親の上の名前は、上の名前っていうかなんだろう。固有の名前はわかんないね。まだね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。